洋食工房パセリ店舗外観、洋食工房パセリを運営する株式会社爆食堂事務所洋食工房パセリは愛知県名古屋市天白区塩釜口にあるとんカツ中心のデカ盛り定食屋。創業は1991年頃、全オーナーが現在の店舗より300メートル南でカウンター8席のみの小さな洋食屋を始めたのが原点。その頃から 爆食がポリシーだった。その後、2005年の春に塩釜口の2番出口前に移転した。2011年の春に代替わりした。1.7kg 以上のカツが盛られた、カツ爆発定食や、最強パセリ定食などの壮絶なメニューをはじめ、地元定番の味噌カツ定食は元より、ラーメン丼に盛られた、卵とじカツ丼など、 基本的にどのメニューも量が多めで安く爆食の聖地として有名。定食類はご飯のおかわりが自由であり、丼物の,の大盛りは100円増しで価格以上に量が激増する。地元はもちろんのこと、幅広いメディアに頻繁に取り上げられ、後半にわたって多くの大食いファンに親しまれている。カニクリームコロッケやデミグラスソースの濃厚なうまさに垣いまみられる通り、 調理技術を基礎から忠実に踏襲した店主のエネルギッシュな技量を体感することができる。量だけではなく技術的レベルも非常に高い。すべて二代目オーナーが継承している。火曜日から金曜日の昼に単独メニューで作っている日替わりランチは揚げ物を中心とした様々な味を楽しめる。店主のオリジナル料理は和風や中華、 定番の洋食を織り混ぜた毎日通えるランチである。量は多く、ご飯のおかわりは自由である。チャレンジメニューである最強パセリ定食または、かつ爆発定食を30分以内に完食すると、爆食家認定証が授与され、次回来店から認定証の提示で、かつ、飯ともに増量となる特典を得ることができる。現在、爆食家認定証は、リニューアルされ、利面に、 特別メニューが記載されている。常に準備中になっている、ぶっちぎり定食への挑戦権獲得もここに記載されているようである。これまで多くのテレビや雑誌、遠くに至っては、東北地方のローカルラジオに取り上げられてきた。近年においては2007年2008年などがある。2009年頃からなぜか取材を辞退している様子だが、近々受け入れに戻るらしい。ありがとうございます。